はい、皆さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。1月5日ね、11時半回りましたね。まったりしませんね。なんかね、こう晴れてな、晴れてるんですけども日が照ってないとね、寒いね。さっきね、部屋の温度見たらね、12度ぐらいだったんですね。で、窓閉めて、暖房今入れてるんで、そのうち暖かくなってくるんですけど、寒いとね、やっぱりまったりという気分にはならないですよ、なかなかね。はい。で、昨日のニュースでね、緊急事態宣言出しますぜという話になりましてですね、その前に、東京都知事と埼玉、千葉、神奈川の知事と西村大臣ですかが集まって4人か5人並んでなんか言うてましたね。なんか政府がこう追い詰められて出しているという感じでして、まあそのまま、あ、なんか火が出てきた。菅さんのね、対応が後手後手に回ってるという印象は否めませんね。でかと言うてね、東京都逼迫してるでしょ。別に何かやってるっていうわけでもないですよね。あのおばはんが政府に出せ出せって言うとるだけで、ちゃんとお前仕事せよと、ちゃんと病床を確保するとかね、なんかこう、どっかの県からですね、あの医療チームを派遣してくれという要請するとかね、あの岩手とか秋田あたりはまだ多少余裕あるんちゃいますの。だから そこに行ってちょっと来てえなお願いとか言って頼んでみるとかね、そういうことを何もやってないでしょ、私は知ってる限り。ただ騒いでるだけですね、あのおばはん。なんかあったら記者会見して、なんかペーペーって出して、なんとかあかんとかってやってるだけでしょ。カメラの前だけでね、なんかこうやってるようなふりしてるっていうだけで、実際実も何もしてへんのちゃうかなと。で、政府がね、緊急事態宣言ね、出すそうですけどね、他に出したところで何変わんのって。要は中身を見てみたらね、要は飲食店に対して営業の自粛を10時までっていうのは、10時までを8時までするとか、そんなんでしょ。それ以外はなるべく8時以降は外出すんなっていう話でしょ。まあね、ということは8時ぐらいにね、あの電車乗ると空いてるんでしょうね。僕もね、ここで7時半から8時頃まで仕事して帰るのが日課ですからね、帰りの電車空いてたら嬉しいですけどね。もうそれくらいちゃうんかいって話ですね。緊急事態宣言とかですね、仰々しいこと言うときながら、中身はなんちゅうことない、あのね、飲食店にお前ら営業すんなって言うてるだけでしょ。で、まあ保証はするとかね、積みますとか言うてますけども、えらいことですやん、ほんま、飲食店にとっては。で、あの学校とかはね、休まんでええよって。で、会社はどうなんのって世界ですね。イベントとかどうなんのって世界ですね。イベント、何やったかな。映画館とかは、別にその今まで通り、一席ずつ空けて座るみたいなことに、するみたいですね。するみたいですね。で、イベントどうすんのっていうことですね。で、我らがですね、マンション業界のですね、新築マンションのモデルルームどうすんの。モデルームというか販売センターですね。お客さんに来てもらわなあかん、ね。あれどうすんのって。じゃあ、あの、不動産屋ですね。不動産屋仲介業者、駅前に店出しましてですね、仲介のカウンターがあります。もうカウンターに来てもらうのをどうするの、自粛するのって。この前の緊急事態宣言の時には、各仲介店、全部店、営業自粛してました。営業自粛してですね、電話営業だけしてたんちゃいますかね。電話営業しても、でもね、来てもらうということはできなければ、なかなかですね、話進まないんですよ。不動産っていうのは、それ一部ね、一部そのネットと電話だけでね、もう売買を成立させてるというのがですね、ありますけども、まあ、それまだまだ、その若い方々はね、それでもいけるんですけども、不動産業界の主力の客っていうのはもう40、50、40でもまだ若いぐらいで、50代、60代、70代、場合によっては80代なんですよ。そんなんネットと電話で決めますよって言って、動かへん、そんなもんは。それも自分の住んでる地とか住む地とかを決める場合は、なかなか動きにくい。動きにくいってネットではやりにくいわけですね。それどうすんのっていう世界ですね。まあ業界、これから、業界の動きってこれから私が見てれば見えてきますけども、
まあやるでしょうね。ちゃんと防護してますと、アクリル板置いてますということにしてやるんでしょうけども、まあなんとも中途半端感が否めない今回の緊急事態宣言で、菅さんがですねポイントを稼いだとも思えないし、小池百合子がポイントを稼いでる稼いでるかもしれませんね。あのおばはんはテレビに映ってますからね、いかにもね、小池百合子は言うたから出したみたいな形になってますから、まあ、全然関係ないじゃ関係ないっていうのは何も役に立ってないですよ、あのおばはん私が見る限りは。まあそういう話でございまして、今回の緊急事態宣言あんまり意味ないんちゃうのというお話でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。